本当、自分でも呆れちゃうんだけど。あ、でもそういう子いるよ。いいんですか？いつもこうしてますから。こういう話って信じますか？信じます、信じます。この仕事をしていると特にそうです。絶対にこれは機械やヒューマンエラーじゃないって断言できるようなミスとか壊れ方ってあります。もちろんバグでもないんです。そういうことはあった。でもわからない。次に行こう。でもそういう発想って無責任だと感じる人も多いのは事実ですね。また起きたらどうするんだって男の人は特に。起きたら起きた時のことよ。何かあったら自分が責任を取ります。自分が責任を取りますって言うと 50% は引き下がってくれます。だって自分たちだって原因が発見できないもの。逆にどこが原因なんだって追及されても困るばかりですから。一人っ子でしたから、すごく寂しいっていうのはあった。こっくりさんを初めてやったのは中学校。すぐにはまりましたね。放課後、真っ暗になるまでやって。お名前を教えてください。ふりかけなんていうのもあって、
みんなで大笑いしたことがあります。そしたらやっぱり、なんとなく怖いことは聞かないようにしていたんだけど、約束してたわけじゃないから。でも言っちゃったんですね。この中で最初に死ぬのは誰ですか。びっくりして指を離したんですね。そしたら私だけだったんです。自分でもどうしていいかわからないんですけれど、多分辛かったのは、みんながなんとなく自分を避けるようになったことでしたね。あの子、もうすぐ死ぬよ。気づいたっていうのも変なんですよね。だってそれで勉強していたんですから。でも本当に、あら、こんなところに揃ってるじゃないっていう感じだったんです。一人でもできるんですね。できました。捕まえたんだって思いました。私が死んだらあなたも死にますよ。要はパワーというか、
ックリさんの命のようなものが少なくなったから死ぬということでした。きっと生きてる子に飽き飽きしていたのかもしれませんね。簡単に言うと人間不信みたいな感じだったと思います。どうすれば死なないのか聞きました。そこへ行けばいいのね。目から鱗が落ちるって言いますよね。何百枚も何万枚も一気に落ちちゃったんです。これは寿命も伸びるだろうなっていう気がしました。お重に言わせると、ああいったパワースポットは常に移動しているそうです。どこかで建物が建ったり、木を切るだけでも消えてしまう。死のことは聞きましたけど、まだずっと先のことだと。一応3年前になったら教えてくれることになってますから。なんでお重は帰れなかったんだろう。よく調べたわけじゃないんですけれど、10円には建物とその上に鳥が彫ってあるんですね。あれが鳳凰で、その尾のことらしいんですね。それが上を向いているものをあの時使ったと。それじゃあ、仕事のトラブルの時は家に帰ってからとか、人がいないところで聞くんですか？昔はそうでしたけれど、今は便利なものがあるんです。
もう10円は不要なんです。こっちの方がずっと使いやすいんですよ。